い、こんにちは。シンガーソングライターの飯田将希です。今日はシンガーソングライターになりたいあなたへというお話をしたいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。シンガーソングライターになりたいって人いますよね。僕もそう思ってました。で、シンガーソングライターって、まあもう簡単に言ったら作詞作曲をして歌う人っていうことだよね。シンガーとソングライターだからね。じゃあシンガーソングライターになるためにはどうしたらいいんでしょうかということで、まず最初にやること、一つ目はまず曲を作るってことですよね。で、曲の作り方っていうのは、まあ、いろんな方法があって、歌詞を先に書くとか、曲を先に作るとか、まあ、いろんな方法があるんですけど、詳しいやり方はね、ここで解説すると長くなっちゃうんで、こちらの動画見てみてください。ここで、簡単にね、初心者でも作れる作り方っていうのを解説しています。はい、次、二つ目はですね、自分の曲を人に聴いてもらうっていうことです。まあ人にね、曲を聴いてもらうっつっても、まあこうギターとか、まあピアノとか、何でもいいですけど、その曲を弾き語るための、まあ楽器を持って、人前でね、こうやって弾き語りするっていうのを一つの方法だし、で、まあなかなか人前で弾くっていうと、まあ、ライブとかなっちゃうから、ライブハウスとか行ったことないんですよって人も当然いるだろうし、路上ライブとかもなんかいきなし緊張するんで難しいですっていう人もいると思うので、一番最初はね、仲いい友達とかもう家族とかの前でもいいです。まずはその自分が作ったものっていうのを人に聞いてもらうっていうところのスタートラインに立ってほしいので、まずは誰にでもいいので、まず自分の曲を聞いてもらってください。まあ、あとは、今の時代だったらですね、こうやって YouTube とか、簡単にスマホで撮って、誰でも、こう、ネット上にね、公開することができるんで、そうやってネット上に流して、知らない人に聞いてもらうっていう方法もあります。で、やっぱシンガーソングライターっていうのは、こう、人前に出てく、仕事なので、やっぱね、その、最初は、こう、ネットに出すのとか恥ずかしいとか、人前で歌うの恥ずかしいっていう気持ちあると思うんですけど、やっぱその自分が目指してるとこっていうのは、それをやるための、職業なので、まずはね、そうやってね、ちょっとでもいいから、人前で演奏することで、人目に触れることで、自分がね、そういう環境になれるっていうことが大事です。三つ目、シンガーソングライターとして活動する。この三つ目のシンガーソングライターとして活動するっていうのは、二つ目とちょっと被ってしまうとこもあるんですけど、まず、自分のまあ活動名を決めて、まあ、僕の場合だったら本名飯田将希でやってますけど、何でもいいと思います。自分で本名はちょっととか思うんだったら、なんかね、アーティスト名を決めて、そういう自分でね、活動するための名前を決めてください。それで、まあネットに公開するとか、ライブをするとか、まあホームページを作るとか、ツイッターのね、オフィシャルアカウントを作るとか、そういうことをして、発信活動をしていくってことですね。シンガーソングライターとしての発信活動をしていくということです。で、そうすると活動している中で、必ずあなたの曲が好きですとか、声が好きですっていう人に出会っていくことになります。で、自分が活動すればするほど、そういう人に、ね、出会うことができるので、どんどんいろいろと活動してみてください。そうするとね、自分ってシンガーソングライターになってたんだっていうことに気づくと思います。で、この動画を見てくれてる人の中には、やっぱプロのシンガーソングライターになりたいんですっていう人もいると思うんですけど、ライブとかしてね、お客さんからお金をもらって、ステージに上がってる時点で、それはもうプロと一緒なので、そこの、まずね、一つ一つのステージと向き合ってください。それができない人はね、メジャーとか、もっと有名なところになりたいっていうのも絶対にできないので、まずはそのお金をいただいて歌うっていうところに立った時点で、あなたはもうプロのシンガーソングライターなんだという意識を持ってください。ということで今回はシンガーソングライターになるにはどうしたらいいのっていうお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。で、今では僕もシンガーソングライターとしてこう人前でギターを弾いて歌わせてもらってるわけですけど、もともとはね、歌も全然得意じゃなかったし、そもそも音楽も全然興味がなかったんですよね。で、そういう人でもちゃんと活動してればシンガーソングライターになれるんだなって、今は思います。なので、あんまり自信がないんだよねとか、
私なんかにできるんですかねって思う人もいると思うんですけど、必ずあなたでもなれるので、まずはね、自分の曲を作って人に聴いてもらうっていうことから始めてみてください。それではシンガーソングライターの飯田雅樹でした。あなたといつかどこかで共演できることを楽しみにしています。それじゃあまたね、バイバイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画講義の中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと抑えるの、っていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は1円もかからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうのをこうピッと押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田雅樹でした。いや、動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。